古代樹の森にレイギエナ。その理由は不明。目撃情報を仕入れてきました。案内します。早速痕跡が。ここに来ているのは確かなようですが、今日の森は少し様子がおかしいような。ひとまず行ってみましょうか。古竜渡りの調査も一旦落着。長い調査に区切りがついたんですね。次は何を調査するんだろう。楽しみです。今日の森は随分と静かですね。どうしたんでしょう。鳥一羽、虫一匹見当たりません。何かに驚いて隠れているのかな。痕跡は西へと向かっていますね。次の調査はどれくらいかかるんでしょう。私は最低でもあと10年は残ろうかと思っています。次の古竜渡りは10年後にあるのかないのか、それを確かめないと渡りの調査になりませんから。一騎団の方々もそのつもりだそうです。アプトノスの姿も見えませんね。よし、方向は合ってます。この先ですね。それと、実は私、調べたいことがあって新大陸に来たのも、それが理由の一つなんです。そう、ずっと聞きたかったことが。あなたはどうして新大陸に来たんですか。この辺りですね。その話はまた今度。にも痕跡が。何か聞こえませんか。風の音。いえ、違う。これは歌声。
一同揃っているな。これより作戦会議を開始する。今回は私の一存で連絡の取れた一騎団調査班、そして各騎団長に集まってもらった。知る者もいる通り、先日レイギエナの大軍が海の遥か沖へと向かう現象が確認された。これについて説明を。はい。そもそもレイギエナには生息地を離れ遠距離を移動する習性はありません。彼らがなぜ海を渡ったのか不明です。今のところ考えられるのは、彼らの生態自体に何らかの変化が生じたか、あるいは彼らの生息地、つまりはこの新大陸に彼らを惑わす異常が生じたか。海の向こうか。総司令、どうしました？いや、何、皆の意見を聞こう。その顔見りゃ分かりますぜ。意見を聞くまでもないんじゃ。さっさと腰を上げましょう。こっちはもう待ちきれないのよ。よし、これよりレイギエナが一体どこへ向かったのか、その調査を取り行う。そう来なくては。総司令、レイギエナが向かった先には彼らが上陸できる陸地があるはずです。例えば島とか。船で、いや距離が不明なら気球。私たちには空がある。三騎団の気球か。それなら遠距離から陸地の視認も規模の確認も可能だな。よし、派遣する調査員を選出する。お前はここに残り皆を守れ。物資班と技術班は一部同行。陸地を見つけた場合、拠点の設営は必須と心得ろ。5機団は各自準備完了次第司令エリアに集合してくれ。空を行ったその先に何があるかは分からない。だが星を知るべに進んだ青年のように我々も進もう。それでは我らに導きの青い星が輝かんこと。以上、解散。さて、新たなる出発の時、準備ができたら司令エリアへ。では後に。さて、行くぞ。
ところだ。喉に痛そう。間違いない。はい、雲がエーゲーナの進む方向へ流れていました。その日の風は北西に吹いていたので。相棒、準備は。追い風、五騎団の旗みたい。幸先がいい。はい、みんなの背を押す追い風です。随分経ちますが、小さな島だと見落とすわ。目を凝らしましょう。はい。はい。レイゲーナね。どこにどうして向かってるんだ？島があるかもって話よ。島か。新しい発見がありそうだな。取り直すわ。あんたたち、中へ。さすがは相棒、賛成です。気球を降ろせそうな場所を探してきます。この寒さ、なんとかしないと。凍りついてしまう前に、ここにキャンプを作りましょう。ついでに着替えませんか？総司令が手配してくださったんです。でもまだまだ寒い。すごい場所です。それじゃあ、気球を下ろせそうな場所を探しますか。段差になっています。気をつけて。
気をつけてください。唐辛子でホットドリンクを作りましょう。寒さ対策にはこれが一番です。この先に広い場所がありそうですね。ここをくぐってみましょう。レギエナの痕跡、やっぱりこの地に。あのヒレのような足跡は新大陸でも似た痕跡を見たことがあります。明らかに大型モンスターの痕跡ですね。初めて見る痕跡ですね。
この寒さはスタミナを消費するな。こんな時はホットドリンクを使えよ。
を終えて合流しましょう。これほど大きな陸地だとはな。レイギエがここへ。はい、痕跡を見つけました。間違いありません。調査を本格化せねばならん。まずは拠点の設営が急務。司令エリアに集まってくれ。今後について話したい。はい。いよいよですね。まずは先行隊の任務、ご苦労だったな。君たちのおかげで良い地を発見できた。心から。さて、レイギエナの調査を本格化するには、とにもかくにも拠点を築かねばなるまい。
急ぎアステラから建築資材を輸送するよう手配した。近々輸送隊が回路を開き渡り来る予定だ。だがこちらは未知の世界、輸送隊が上陸した途端に壊滅とあっては話にならん。船が到着する場所はここより離れている。調査班は拠点の周辺の地を拠点とその周辺では味気ないか。そうだな。では我らが拠点の名をセリエナ、そして周辺を渡りの凍てつとでも呼ぼう。セリエナ、素敵な名前ですね。調査班は探索に出て渡りの凍てつの安全を確認してくれ。危険と判断された際の対応は任せる。今後のため地形を把握する良い機会にも。油断禁物はもちろんだが、防寒の準備も忘れるな。それではよろしく頼む。まずは拠点の設立と。